BTU アニメラボをお願いします。小林弘之です。畑向井です。ゼブレンカツイです。また山下です。お願いします。さあ、小林の今週注目アニメはこちら、ペルソナペルソナ5ジアニメーションでございます。かもしだかもしだちゃん急にあの犯人の名前言われたんで実質ネタバレなんですけどまあ1話目で分かる犯人なんですけどね、まあ、ペルソナ5というゲームですねのアニメ版なんですけれども、多分この話するのは初めてだと思うんで、まあ、ざっくり説明すると、はい、なんか高校生たちが怪盗団を結成してて、うん、で突如それ捕まって事情聴取するところから始まるんですよ、物語としては、うんうん、でその怪盗をしてる理由っていうのがこう回想シーンの形で始まっていくんですけど、それが心の怪盗団なるものを結成すると、悪い人たちを構成させるために、うん、溶かすと、そう、構成させるために怪盗、あ、違う、そっちの怪盗じゃない、チンする方の怪盗じゃなくて盗み出すと、心の、うん、なんて言えばいいんだろう、心を盗む、そう、相手のね、まあ、心の悪い部分の理由になってる部分がお宝になっていて盗むと、まあ、ちょっと分かりにくいと思うんで一から説明すると、まあ、普通に引っ越してきたんです、主人公レン、はいはいはい、主人公引っ越してきて、それがまあなんか地元でトラブルに巻き込まれて、うん、暴行の罪で保護観察中で地元にいらなくなったんで来たんですよ。はいはいはい、でまあ預かってくれる知り合いのところに預かってもらってて、で転校してきて、自分の噂ちょっとなんかすでに流れてて、うん、なんかあんまなかなか仲良くなんなくてっていうところに、そこでちょっと、まあ、まあ悪い不良っていう扱いを受けて、実際そんな悪いやつじゃないんだけど、うん、なんか悪い噂が流れてるせいで不良って扱いされてるやつと仲良くなって、うん、でたまたまその格好にはすごい幅を利かせてる嫌な体育教師がいて、バレーボールで部活の先生で、それが鴨志田先生で、うん、ああ、これがいつも知る人だ、シニア戦ですけど、それがその自分、その学校を自分の城のように、うん、なんか実績があってそこに来てるから、うん、そのスポーツでメダルとかとなんか優勝してるらしくて大会で、で実績があってきてるから自分全部周りが自分の言うことを聞くと、でも体育会系の悪い部分だけを抽出してるのは悪いのにで、生徒への暴行、女子生徒へのセクハラ、横暴なことをしているっていうのを見つけて、それをなんとかしようってなった時に、はいはい、このペルソナっていうゲームのシリーズの中で相手の心の中に潜り込むっていう話が大体起きるんですよ、はいはいはい、突然、それが4だと、テレビの中に夜中に入るっていう、うん、都市伝説で夜中にテレビを見るとその中に入れて、うん、その中で変なことが起きるよっていうのがあって、それがその人の心の中に入るきっかけだったんですけど、うん、今回はスマホで、うん、まあ、今風になってスマホのアプリが突然知らないアプリが入ってて、そこからパレスって呼ばれる人の心の中の世界みたいなところに入れると、それが相手の心の中の、悪い欲望の塊の具現化みたいなところで、鴨志田の心の中には城の形をして自分が王になってるっていう世界のパレスがあると。なるほど。そこで鴨志田を倒して、でなぜか自分たちが怪盗だってなんか、ね、猫が突然現れて説明してくれるんですよ、その辺のことをいろいろ、捕まってる猫を助けたら、うん、でそこではそういう悪い奴らがいて、相手の、欲望の塊の一番大元の部分をがお宝として隠されているから、それを盗み出せば万事解決するよということを教えてもらって、そのお宝を盗み出そうとするっていうんで、心の怪盗団になると、自分が自分とその悪っていう扱いを受けてる、そんな悪くないいいやつなんだけど、お調子者のやつと、で途中で知り合ったその先生に嫌がらせを受けてる女子生徒、ギャルの思いっきりギャルの読者モデルをやってるという、と3人で怪盗団を結成して鴨志田を倒すというのが、この1話から4話ぐらいかけてゆっくり1人の最初の敵を倒すという、うん、じっくりと時間をかけて、ね、4話は結構かかりました、ね、今確か5話かなぐらいなんですけど、はい、そう、先週の4話目でやっと鴨志田を倒すと、うん、長かったよね、てっきり 2話ぐらいで、まあ、だいたいそういうのでさ、だいたい3話とかね、最初ゆっくりやって1話で説明して、まあね、2話で直接対決して、ね、3話目で倒して、その後の流れがちょっと3話目の後半であってとかがよくあると思う、まあ、よくある、ずっと嫌なやつ見てた、最終わが物顔の、学校でわが物顔で、で、うん、気に入った女子生徒呼び出して、なんか嫌がらせをして、で、一人嫌がって飛び降りしちゃう、うん、生きてはいるんだよね、ギリギリ、最終的に生きてるんだけど、で、その幼馴染がそのギャルの子で、みたいなんで、私許さないよって協力するって言って、その中ではペルソナっていうの、うん、このペルソナっていうのが仮面みたいな意味なんですけど、うん、自分の中の、うん、心の中のもう一つの面みたいな、なるほど、ので、違う姿に変身すると、うん、それが今回はこのテーマが怪盗なんで、ルパンチックなんだ、だったり、そのギャルの子だとなんか峰不二子みたいな、うん、あのピチッとしたスーツに顔がマスクかぶってみたいなのだったり、うん、ちょっとなんか海賊的な格好してるみたいな形のペルソナを装備してるというか、うん、しているという
話で、その怪盗団として活動していく。で、このからどんどん進んでいって、で、1話目の最初だとなんかね、すごいところに忍び込んでこう大掛かりなこう窃盗みたいなのを働くっていうところまでを、多分ここから時間をかけて少しずつ説明していくんだろうなというお話なんです。ずっとかっこいいんですよ、ペルソナシリーズって。おしゃれで、うんうん、音楽もおしゃれ、絵柄もおしゃれで、でもなんかあの中二病特有のおしゃれなんだけど、かっこ悪いというか、ダセい、それがいいのよ、ダサさがあって、はい、その中の一個が今回いい感じに出たんですけど、うん、怪盗団を結成しようと。で、これからも別の悪いやつが出たら、はい、その心を盗んで、お宝を盗んで改心させていこうと、うん、いうので、よし、じゃあチーム作るんだから、みんななんか LINE みたいなアプリで会話してんの、うん、チーム名必要だよねみたいな、怪盗団組むんだからみたいな、何がいいかなっていろいろ出したら、で、主人公の出したなんか一発で採用されるんだけど、それがザ・ファントムっていう、いい採用ザ・ファントム万丈一なんだ。その前に個人的にはその手前にギャルが出したピンクダイヤモンズっていう草野球チームみたいなのが、いいですけど、それはそれいいじゃん、ただの野球チームつけるんでしょ、なんでみんなそんな英語のがいいんだろう、なんかね自分たちの呼び名もね、まず中二病黒バラなんちゃらみたいな、あそっちね、そっちの昭和さんもいいなぁ、そっちの中二すぎる、解散は昭和の女ですいいなぁ、平成生まれなんですね、そうそう、怪盗団でみんな洋風なんですよ、見たら、ね、まあもしかしたらね、主人公が五右衛門的な怪盗だったらそうなったかもしれないそうね、着せるとどっちかっていうとデュパン的な方なんで、あビジュアルとしては、うん、そのね、いい感じのかっこよさと、はい、この子供心をくすぐるいいダサさがね、はい、ちょうどよくあるんですよ、ペルソナシリーズの全部、今回がそれがその怪盗団の学生が組むっていう時点で、うんうん、くすぐってくるんですよね。それがね、個人的にはおすすめなんです、まあ、ストーリーとしてはもうこれから結構多分2クールかそれ以上かやるぐらいだと思うんで、こんな時間かけてやるってことはまだまだ全然わからないことだらけで、ちょっと悪いは不安にトムトム暴走さんじゃないかな不安ちょっと地元の千葉の夢が出ちゃってるな TOM なの北斗のトムもうあの夢でトム壁にスプレーで殴り置きしてんじゃないかさ、ほんと言ってください、不安トムは不安トムじゃないです、じゃないです、あの違う、勝手に黒板に落書きザマーズってされるくだりはあるんですけど、おちょっとじゃないです、じゃないです、ちゃんとカラ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 いや、面白く違う、ローマ字でローマ字でちゃんとアルファベットでザファントムですダサいですよ、ザつけ非常にダサいですよ、はぁ、あ、ザファントム、ペルソナ5は今までのやつを見てなくても楽しめる、あ全然関係はないですけど、世界観は実は繋がってはいるんですけど、それは知っててたらちょっとキャラが出てくるぐらいで、それはまああのメガテンをやってると分かるキャラがちょっとあのペルソナシリーズは出てるとかそういうのはあるんですよ、今日もその今回今週もギャルの子が一瞬抱えてるキャラがあのおなじみのジャック・フロストちゃん、はい、あのプリクラの側のキャラです、クレームを選んでねっつってた、メガテンって何、メガミ転生っていうゲームが元ネタであるんです、その隠しコマンドでフレームが出てきてですね、そうそう、であのプリクラ作ってた会社なんですよあれって、ああそうそう、なんでそうだあの昔のプリクラのフレームを選んでねっつってた、あの青くてさ帽子かぶってて白くて、あれがそのメガテンの中に出てくる敵キャラというか悪魔なんです、うん、なんでそれがペルソナスライム的な、そう、まあ、有名敵キャラみたいなで、そのペルソナの中でも、ゲームの中だと例えば装備するペルソナの中に敵にいたりだとか、今回はぬいぐるみとして出てきたりとか、そういうのとか昔の作品を知ってればちょっと面白いなっていう部分はもちろんあると、あと今回新キャラで今週出てきたのが探偵で明智っていうのが出てくるんですよ、あの探偵らしいので怪盗団のライバルいるよね、で学生高校生探偵みたいな、高校生探偵でペルソナ方にもそういうキャラがいたはいたんですよ、高校生でそういうなんか推理みたいなするみたいな、だから多分そこら辺もなんかちょっと絡んでくるのかなみたいな、イケメン警視しか出てこない明智って言われて、そう、でもあれを動画にして高校生にしたみたいなことです、うん、やってることは、そうそう、だから名前も明智っていう、はいはい、知ってれば面白いなっていう部分もあり、ちょっと知らなかったら知らなかったら全然そこら辺はストーリーの本筋とは関係ないんで全然大丈夫だと思います、なんでこれからペルソナ初めて見る人も今チャンスなんじゃないかなと思います、うん、なんでおすすめなんでぜひ見てみてください、うん、以上とさせていただきます、コメントチャンネル登録よろしくお願いします、画面も見てね、クマ